プロテインを1日3回必ず飲む方法ね。まず、美味しいプロテインを買うこと。で、<laughs> 自分が好きな味じゃないと絶対サボるから。うん。マジで好きな味で、飲むのがご褒美って思えるような味を見つけるってこと。で、二つ目ね、プロテインのシェイカーを使ったら必ずすぐ洗うってこと。で、別に、 すぐ洗えば洗剤とかつかなくていいからただあの水でシュッシ,シュッシュって洗ってパッってやって乾かせばいいから、うん、すぐ洗うってことで3つ目飲む時間を決める俺は毎朝起きたらすぐ飲むうんその瞬間3回中の1回終わるわけよあと2回飯の前とか筋トレの後とかそんな感じで決めて飲むってこと以上